ただいまから福留孝介選手引退セレモニーを行います。それでは福留選手、グラウンド中央までお待ちください。引退セレモニーの始まりにあたりまして、福留選手の現役生活24年間を迎える映像をご用意しました。皆様一番の基準をどうぞご覧ください。私福留孝介、中日ドラゴンズを略指名させていただきます。続きまして、福留選手ゆかりの方々からさまざまビデオメッセージを頂戴しております。福留さん、お疲れ様でした。おめでとう。 What a privilege to call you a teammate both in Chicago Cubs and the Hanshin Tigers. Until I see you again, my friend, 頑張りましょう。皆さんこんにちは、シカゴカブス鈴木誠也です。福留孝介さん、24年間の現役生活本当にお疲れ様でした。勝手に後輩を気を回してもらっています。孝介、24年間本当によく頑張りました。本当に、お疲れ様でした。ありがとう。福留さん、24年間という長いプロ野球生活本当にお疲れ様でした。阪神タイガース、そしてシカゴカブスというこの両球団では福留さんのどちらも後輩として、プレーさせていただきました。少しゆっくりして次は琵琶湖で僕とバスプロになりましょう。鳥谷隆です。続きまして、福留選手に花束の贈呈です。はじめに立浪和義監督、よろしくお願いいたします。高校の大先輩にして福留選手が最後に仕えた指揮官です。その立浪監督からの花束贈呈です。立浪監督から花束の贈呈でございました。続きまして、荒木正弘コーチ、お願いいたします。同い年にしてドラフトでは数奇な運命を経て2人は同じユニフォームを着ることになりました。そして強いドラゴンズを作った2人です。荒木コーチ、ありがとうございました。続きまして、後輩たちからの花束の贈呈です。大島洋平選手、大野雄大投手、岡林勇希選手です。
その努力する姿、見つめ続けた後輩たち、伝統は受け継がれます。大島選手、小野投手、岡林選手、ありがとうございました。それではこの日にあたりまして、福留孝介選手から皆様にご挨拶がございます。福留さん、よろしくお願いいたします。小学生の時に串間キャンプで中日ドラゴンズを見て、中日ドラゴンズのチームに惹かれ、そしてその中にいた立浪監督に憧れ、プロ野球選手を目指してきました。1998年星野監督の計らいでファン感謝デーに呼んでいただき、後ろにありますバックスクリーンの扉のところから一人で出てきた時、その恥ずかしさ、今でも鮮明に覚えてます。リーグ優勝、日本一、本当にたくさん楽しい思い出を作らせていただきました。しかし日本一になった時に、自分自身故障でその場所に入れなかった、その悔しさ、その気持ちもここまでプレーを続けてきた原動力だったと思います。その後、海外阪神タイガースでプレーをさせていただきました。阪神タイガースでは8年間日本一のグラウンドで熱狂的なファンの皆様の声援の中でプレーさせていただき、そして最後の甲子園球場の時にはライトスタンドから大きな福留コールをいただき、僕の一生の宝物です。本当にありがとうございました。そして自分の野球人生がスタートしたこの場所で、ファンの皆様の声援に包まれてユニフォームを脱げる、僕は本当に幸せ者です。僕は今日でユニフォームを脱ぎますが、ドラゴンズにはまだまだ期待の選手がたくさんいます。ドラゴンズファンの皆さん、これからもドラゴンズのご声援よろしくお願いします。24年間温かいご声援、本当に本当にありがとうございました。9回になりました。
共に戦った皆さんとの記念撮影です。ではこれから福留孝介選手、場内を一周いたします。タイガース時代はこちら側のダグアウトからグラウンドを見ることもありました。三塁側ダグアウトの前です。そして野球人生の中で何度もここを目指し、そして戻ってきたホームプレート付近にサプライズゲストお二人が待ち受けていらっしゃいます。この方の引退の時も相手は福留さんでした。岩瀬仁紀さん、そして阪神タイガースで7年間共に同じ釜の飯を食いました。チームを引っ張り続けた盟友でもありました鳥谷敬さんです。お二人のサプライズゲストともに写真撮影です。はいはいはい、ではマイク入れます。はい、はい、どっち見てるの？あ、カメラに撮るって、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。すいません、囲み取材とかバタバタの中、はい、ちょっとだけお時間いただきます。はい、まずは、はい、9回のプレーというところではどうでしたか？いや、今自分ができる目いっぱいの中で、やらせてもらって、まあ、本当に、守る、で最後バットを振るということができたので、まあ良かったと思います。はい、ライトの守備ではこう見渡すような感じも。そうですね、もうこれだけのお客さんが入っている中で、あの場所を守ることっていうのは、今日で最後だという思いで、まあ見てました。はい、打撃成績というところではどうですか？どうでした？振り返って。いや、まあ、もうでもね、とりあえずバットに当たってくれと思ってたんで、まあ、自分らしくしっかりとバット振って、まあ、もう打球もね、まあ、前に飛んでくれたんで、もうそれでよしです。はい、あとセレモニーサプライズとかもありましたけど、はい、どうでしたか？もうそうですね、本当にこうやってね、たくさんの方に、来ていただいて、まあ、本当に感謝ですし、まあ、幸せ者です。はい、結構言うことも本当になんかもう悩むことなくというか決められてきたんですか？まあ、いろいろと
僕なりには考えてはきましたけど、途中で飛びそうになりました。本当です。全然気づかなかったです。はい、危なかったです。感情がこう揺さぶる瞬間とかもちょっとあったりっていうのは。うん、まあなるべく泣かないように喋ろうと思って、喋れたんで、まあ、よかったです。はい。花束贈呈の時とかちょっとこう。はもうそうですね。やっぱ我慢っていうか耐えれなかったですけどね。はい。明日からどう過ごされますか。とりあえずたくさんの方々に、お花をいただいたり、まあこうやってメッセージをいただいたりしているので、一つずつ、お礼を言っていきたいと思います。ちょっと YouTube ということで。はい。球界 OB の方々 YouTube やられてたりしますけど、加藤とか二軍監督も福留さんとどうですか。いや僕はいいですやらないですか、まあ、まだ今のところそういう僕一切考えてないんで、はい、まあ誰かの YouTube に出ることはあるかもしれないですけど自分で解説するっていうことはその時考えてません。はい、じゃあ誰かの YouTube にゲストとか、まあ、あとはテレビ新聞とかのちょっと、まあ、まあでもそれもまだ先で少しちょっとゆっくりしたいなと思います。はい、わかりました。で本当にラストメッセージではないですけど、はい、皆さんに最後メッセージいただけますか。本当に、24年間ありがとうございました。本当にいい野球人生を、送ることができました。これも皆さんの声援があったからだと思います。本当に、ありがとうございました。またどこかで、この野球界にね、また恩返しできるように僕も精進して、頑張っていきます。まあ、またこれからもまたドラゴンズ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、よく生配信とかでスクショタイムっていうのを、なんですかなんかこうスクリーンショットをこう動画見ながらしてるんで、ちょっとなんかポーズ最後撮ってもらってありがとうございますいやスクショタイムあと5秒ぐらいもらいます。3、2、1、ありがとうございましたということで、はい、24年間お疲れ様でした。ありがとうございました。できるようになったっていう成長を見せたのは、自分の中でもすごく嬉しかったですし、日本選手も感極まる部分も、はい、いや泣いてないですよ、はい、絶対忘れない一日になったなと思います。